皆さんこんにちは、ゆうなんです。いつも英語英会話一日一言ご覧いただき誠にありがとうございます。今回は短くいきます。前回長かったですね。ちょっと見る、自分で確認するのもめんどくさいぐらい長かったので、今回はそういうことがないように短くまとめました。 Today's 一日一言 is Q1066 Q1066 is What a date! What a date!ちょっと声を裏返った感じ言ってもいいですね。 OK, what a date? どういう意味でしょう。3秒考えてください。 OK, では答えです。答えはなんたるデートではなく、とんだデートだねっていう感じになります。 OK, それか最悪なデートだねでもいいですね。 OK?そう、よく、わら何々は、まあ、教科書的な感じだと、なんでしたっけ？あれ？日本語忘れてしまいました。なんたるかな？っていう感じですね。ですが、実際、まあ、とんだ何々だねっていう感じで使います。で、大体、とんだ何々だと、まあ、最悪、悲惨なとか、そんな意味になるんですけども、what a date だと、もちろんその話の内容にもよりますけども、基本的には悲惨だねそれ、そんなのってあるの的な感じですね。 OK、 なのでぜひこのわらを教科書で書いてあるような感じではなくて、もっとこの日常会話で使えそうな表現に置き換えて覚えてください。全ての英語表現そうです。そういうふうにしていただくと覚えやすくなります。 OK、 so what a date、 大体基本的にはネガティブな感じで使いますね。でたまにはポジティブな意味合いでも使うことがあります。Wow, what a date! Wow, なんたるデート！よりも、Wow, すごいデートだね！っていう感じですね。OK? So, ちょっとまあ、驚いてる感じで言うときに結構使いますね。そうなの？すごいデートだね！とか、おー、悲惨なデートだね！っていう感じです。OK? なので、その2つで覚えておいた方がいいかなと思います。でですね、基本的にはまあ、ネガティブなシチュエーションで言われているのか、ポジティブなシチュエーションで言われているのかっていうのは、まあ、その相手に同意している表現なので、どっちでもいいです。で、言われたら、まあ、同意してるんだな、まあ、同意というか悲惨な話をしたから悲惨だねって言ってきてるか、すごかったんだよって言ってるから、あ、すごいデートだねって言われてるかっていうのは大体わかると思います。 OKそう、コンテクストがちゃんとあるので、コンテクストは文脈ですね。そのシチュエーションがあったら、この人とこの人で言葉のやり取りだけじゃないですね、まあ、一応言葉のやり取りをしている中で、まあ、話のコンテクスト文脈があるので、これはポジティブなことなのかネガティブなことなのかってちゃんと分かるはずです。 OK、 で英語勉強してる方は結構ですね、これを無視して考えることが多いですね。 What a day で、じゃあポジティブな意味合いで言ってるのにネガティブに捉えられたらどうすればいいですか。それなかなかないですね。すごいいいデートの話をしてて、それ悲惨だねって言ってくることってないですね。基本的に考えにくいですね。でこちらの表現は2つ前と同じで、どちらでも使えるんですね。2つ前の表現何でしたっけ。I don't remember, but that's okay. Okay? まあ、今のことを忘れてください。Okay? So, what a date. ポジティブに使えるし、ネガティブに使えるんですけど、基本的に相手が言ったことにこう同意しているというか、ないな、すごいね、悲惨だねって言ってるので、それを逆に捉える人ってなかなかいないですね。Okay? なので、まあ、何が言いたかったかというと、英語勉強している方はもうコンタクトを無視して、これだけで考えるんで、この場合だと使っていいのかなとか、この場合使ったら勘違いされるかなとか、そういうことばかり心配するんですね。でそうじゃなくて、ちゃんとコンタクストがあるんだから大体大丈夫です。でまあ皆さんそういうふうに考えてしまう理由は、まあ、ちょっと、まあ、結構前からか出ている英語本があって、日本人の英語は勘違いが多いですっていうものが多いんですね。まあ、そういうのが流行るんで、みんなそう同じようなものを書いてるんですけども、そういう本とかに結構この表現言うとこういうふうに伝わっちゃいますって書いてあることが多いです。こういう意図なんだけど、実はこの表現はこういう意味だから、こういう意図で伝わっちゃいます、気をつけましょうみたいなことがあります。で たまにそういう表現もあるんですけども、こういった本に載っているものって、例えば200個くらい表現があったら、本当にこれ言ったら勘違いされるものって2つか3つぐらいなんですね。
で、あとはこじつけです、ね、限りなく嘘に近いこじつけなので、あまり気にしなくていいです。まあ面白おかしく学ぶためにはいいんですけども、あまりそういった本を本気にしないでください、OK？ ちょっとこう面白おかしく言ってるだけですね。で、あとこの表現だけ使うことって基本的になくて、この前後必ず話があるので、ちょっとシチュエーションもありますね。ホテルなのか銀行なのかとか、OK？ なので、まあ、ショッピングで買い物してるお店なのかで、いろいろちゃんとコンテクスト文脈はあるので、その中でしっかりと理解してもらえることの方が多いです。OK？ なので、あまり気にしないでください。OK、anyway、so the context is very important。Context を常に、どういう表現を習う場合は、どういうシチュエーションで使うかなっていうのを想像しながら覚えてください。OK？ OK、so thank you very much for watching. I'll see you in my next video lesson. All right? Take care. Bye!